皆さんこんにちは、ペソでございます。信長の野望のね、蒼天六郎75回目ね、やっていきましょう。多分そのうちお金が必要になるやろな、これ。うわ、ひょろないやん。ここもや。ああ、兵がなくなった。ということで一旦勢力取引。来季お米入るしね。
真ん中の方はね、3000でいけそうやね。あーでも森田さん攻めてるからな。4名のとこは基本的にいかないんで、ここもまだなんかおかしなことしてんな。少ない米が。これで全部か。
然込めないやん、ここどういうことや。規模がね、3のところじゃないと米はいっぱい買えないんで、ああしまった、2割買っちゃった。まあいいわ、少なくなっちゃうんで、わあすごいね。Thank you.
れるかな、飛ぶし予想してね、4、5000残しとけばね、いけると思うんで。かな。無理やろうな。やっぱりすぐ悪なるよね。あー最悪や。はい、ということでここまで。あー歩兵いける。ダメっぽいな。よしよし。
あ、忍者いた。最悪や。ああ、ここも、ああ、負ける。グフ。ああ、グフとまではいかなかったけどね。は無理か。S がいるんだ。ああ、しんちゃんやられちゃった。はい、潜伏変えれるかな。無理やな。雇用もできないしね。はい、では、回す前にここで今回は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。